シド、ご相談がありまして。どうしたんだ？シドはこの木の果実をご存知ですか？確か前の隠れ家にもあったな。はい、植生の研究をしていたマーテルさんが大事に育てていたものです。彼女の亡き後、僕が育成を引き継いで、ついに食べられるほどに大きく育ったんです。それに当時はとても酸っぱかったのを改良を重ねて甘くすることもできました。すごいじゃないか。みんな喜びそうだ。これを石の剣の皆さんに食べていただきたいのですが、なかなか声をかけられなくて。どうか僕の代わりにお渡ししてもらえませんか？いいだろう、連中には俺から渡しておく。助かります。石の剣には前の隠れ家から勤めている方が多くいます。ですからぜひとも食べていただきたかったのです。それではシド、こちらがマーテルさんの果実です。よろしくお願いします。よかったね、マーテルさん。やっと皆さんに食べてもらえるよ。いい加減そのほうきも買えるけど。一休みに甘いものでもいらないか。植物園で育てたマーテルの果実だそうだ。マーテルだって、その名前どこかで。ああ、植物園にいた人じゃない？そうそう、植物園のマーテルさんだ。あの人、草木のことになると本当に熱心だったな。前の隠れ家から一株だけ苗を持ち出せたって聞いたわ。よかった、また実がつくところまで育ったのね。そうか、あの果実か。懐かしいものがもらえて嬉しいよ。シド、ありがとう。ぜひ他の連中にも渡してあげてくれ。間一髪だったようだがな。植物園からの差し入れだ、受け取ってくれ。懐かしいな。この果実って前の隠れ家で育ててたやつだろ。先代のシドはこいつがお気に入りだったな。まだ小さい実を勝手に取って、よくマーテルに怒られてたっけ。シドがしそうなことだ。なんだ、ずいぶんうまそうだな。そいつはマーテルの果実。植物園の連中、苗木からここまで大変だったろうに、マーテルの意志を継いでよく育ててくれたよ。こうやって収穫できて彼女も喜んでいることだろう。クライブ、後で俺のところにも届けるよう言っといてくれるか。やれやれ、相変わらずだな、お父さんは。シド、ありがとう。残りの果実は俺からみんなに渡しておくよ。植物園の人にもお礼を伝えておいてくれ。これで渡し終えたな。植物園に戻って伝えてやるとしよう。さっきの果実。ロザリアの方で。
いらっしゃい。何が欲しいんだい？何が必要なんだ。よし、できたぜ。素材が足りねえみてえだな。じゃあな。石の剣の連中に果実を渡してきた。喜んでくれていたよ。それにみんなマーテルのことを懐かしがっていた。覚えていてくれたんですね。マーテルさんは人が苦手だった僕に優しく接してくれました。でも彼女はあの襲撃での怪我が原因で、以前彼女は言ってました。この木の果実をとびきり美味しくしたいって。だからこの木をマーテルと名付けて育てたんです。僕がマーテルさんの思いを形にするために。お前は彼女の意志を継いでそれを成したんだ。自分を誇っていい。シドからお褒めの言葉をいただくなんて。そういえばオットーが届けてくれと言っていたぞ。あと俺の部屋にも頼む。わかりました。カゴにいっぱいお届けします。よかったねマーテルさん。もっともっと美味しくしてあげますからね。